皆さんこんばんは宇宙キャスターの榎本レミです本日は7月7日七夕の日ですいつもよりも夜空を見上げて宇宙に思いを馳せている方々も多いのではないでしょうかそんな七夕の日にちなんで今日は毎日日々宇宙に熱い思いを抱いている皆さんに集まっていただきましたこちらの方々ですあーすごい無音で皆さん盛り上がってくださっています いやあの今日はね皆さんに熱い思いをぶつけていただくための会ですので少々お待ちください。後ほどご紹介いたします。えー、そしてですね実は私榎本はですねこちらのソニーの宇宙プロジェクトスタースフィアプロジェクトとはまあプロジェクト立ち上げの時からあのずっと見守らせていただいておりましてお仕事でも関わらせていただいておりました個人的にもすごく注目している民間の宇宙関連プロジェクトでしてまあ。 いよいよ人工衛星の打ち上げも近づいてきていますで、最近どのような状況なのかなというふうに近況も気になっておりますので今日は根掘り葉掘り伺っていきたいと思っておりますえ、早速なんですけれどもライブ配信でお送りしておりますこの番組宇宙から宇宙を地球を自分で撮る スタースフェアプロジェクトエンジニアトークとは一体どんな内容を話していくのかと気になっている方多いかと思いますなので番組の内容をまずご説明していきたいと思うんですけれどもその前に先ほどもお話ししたくてたまらないとわーっと騒いでいた皆さんをご紹介していきたいと思いますということでそれぞれ簡単な自己紹介をお願いいたしますまず私のお隣にいらっしゃいます三沢さんですお願いします はい、えー、水畑と申します。事業企画担当をやっております。はい、えっと、私はあの YouTube デビューこの場ですのでえ、<の>初デビューですかデビューですなんと、<laughs> はい、頑張らないと初デビューなので、お気合い入れていきたいと思います。いますはい、よろしくお願いします <laughs> はい、じゃあ続いては吉武さんです はい衛星のメカ設計と環境試験を担当してます吉武ですはいえっとこの部署が立ち上がった時から参加してまして衛星の初期検討だったりとかあと宇宙ならではの環境試験っていうのをずっとやってきましたはいよろしくお願いしますお願いします <laughs> 吉武さんも YouTube 初ですかこれ2回目ですなんと <laughs> 先輩がいましたねはいじゃあ続いて西島さんですお願いしますはいこんばんは、はい、西島と申します 私は衛星のメカ設計やあとは特にレンズといったカメラの部分の評価、はい、検討を行っています衛星の開発と実は二足のわらじで<え>あのソニーインタラクティブエンターテインメントという会社で、うん、あのロボットトイトヨというものを開発していたりします<ら>なので私はあのおもちゃも作りつつ人工衛星も開発しているというあの面白いことをやり続けている西島です今日よろししくお願いします はい、よろしくお願いいたします。まさかの小道具が出てまいりました。はい、じゃあ続いて岡さんですね。お願いします。こんばんは、岡と申します。はい。私はあの地上から人工衛星を動かすシステムの開発を担当してまして、うん、えっと特にですね、あの皆様の PC などからえっと人工衛星をですね操縦するための撮影シミュレーターアプリの開発を担当しております。はい。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。 ちょっと皆さんのいろんな視点からお話を伺えるの楽しみなんですが、じゃあ続きまして村木さんお願いします。皆さんこんばんは。宇宙戦略、プロデューサーの村木です。はい。 僕は事業開発ですとか人工衛星をどういう風に使っていくかっていう計画づくりあと宇宙の視点のコンセプト作りみたいなところを主に担当してます、はい、僕はあの元々 JAXA のエンジニアでして、うん、今は体の半分ぐらいあのソニーのチームに入って頑張っていますよろしくお願いしますはい、はい、よろしくお願いします半分 JAXA 半分ソニーさんということですねはいじゃあ続いては JAXA の藤平さんですお願いします はいい、えー、藤平一と申しししまますすよろしくお願、えー、JAXA 私は体全部 JAXA に入ってまして JAXA の新事業促進部におります、はい、で新事業促進部で今、えー、取り組んでいる J スパークという、えー、と競争型研究開発プログラムというのもやってまして、うん、えと民間企業の方とタッグを組んで新しい事業を作っていこうというものを取り組んでいるんですけどこのソニーさんと東大さんと JAXA の3社の競争の担当をしておりますもともと衛星開発のエンジニアをしてまして小さい衛星 と大きい衛星の開発もやっておりましたよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますさあ今日はこのようなメンバーでお送りしてまいりますちょっとねいろんな視点からのこのソニーのプロジェクトのお話が聞けると思いますので皆さん楽しみにしていてくださいということでまあ改めて番組の内容についてご説明していただきたいのですがまず事業企画リーダーの水田さんお願いいたします はい、えー、まず番組の出資の説明にあたりまして、はいえー、プロジェクトのあの概要を理解していただきたいなと思っておりますので、はいえー、プロジェクトのコンセプトムービーをご覧いただきたいと思いますでは V よろしくお願いします宇宙から青い地球を眺める宇宙から無数の星を見つめるそれは宇宙飛行士だけに許される特別な体験でした 私たちが挑戦するのはテクノロジーの力で宇宙の視点を人々に解放することそしてエンターテインメントの力で宇宙感動体験を世界に広めること誰もが宇宙を思いつながり合い共に作り出す宇宙の視点は人々の意識に変化をもたらし豊かな思考や創造性を解き放つと信じていますソニーが取り組む 宇宙感動体験授業はそんな地球人としての一体感をクリエイターへ世界へそして未来を担う次の世代へ届けます宇宙を解放すする。かっこいいですね。ありがとうございます。はい えー、プロジェクトはあの今ご覧になったなっていただいたような、えー、コンセプトでやっています、うんえー。ムービーの中にもあった通りですね。このプロジェクトでは宇宙の視点をいろんな方々と一緒に発見していく、うんえー、発見していきたいプロジェクトです。はい、で、宇宙の視点という、えー、いうものですけれども、これはですね、あの宇宙からえっと地球とか宇宙を眺めるっていう、うん、見る。えー という視点だけでではなくてですね、うんえっと、宇宙を通した物事の見方とか考え方捉え方を我々宇宙の視点というふうに言っています。うん なので考え方とか捉え方なので人それぞれいろんなあの捉え方を持っていると思っておりまして、はいえー、それらがあの価値になるんじゃないかなとそういう価値探索のプロジェクトでもあります。で、えっと、こんなプロジェクトを、えー、いろんな方にまずは知ってもらいたいということで今回こういう番組を企画しまして、えー、こ今日は人工衛星の話が中心ですけれども事、はい、業のコンセプトとかこれからいろんな形で皆さんにこのプロジェクトを理解 していただきたいなと思っておりますのでよろしくお願いします。うん、はい、ありがとうございます。こうねちょっと漠然と宇宙の視点という言葉が出てきたんですけれども、私ちょっとあの宇宙飛行士さんが宇宙から地球を見るのも宇宙の視点なのかなっていうふうに思いまして。 あの宇宙飛行士さんから聞いたことがあるのが、やっぱり宇宙から地球を見ると生きているとすごい感じて、地球をもっと大事にしなきゃというふうに思うというふうに聞いたことがあるんですね。そういったことがみんなと共有できるっていうことなんですかね、三畑さん。はい、えー、っとそんなことが共有できて、世の中があの前向きになったりとか、明るい希望にあふれたあの社会になるといいなと思っております。でもなんか三畑さんのお話聞いてるとまだまだ他にも宇宙の視点がたくさんありそうですね。 そんな宇宙の視点をあの今日は見ていただいている人とかこれからあの仲間になってくれる方々と一緒にあの見つけていきたいですね。はいということでですねこの番組を通してソニーが挑む宇宙への挑戦「スタースフィア」プロジェクトの取り組みをエンジニアの方々に直接今日は語っていただきまして皆さんにさらに理解を深めていただこうと思っております。ということで皆さんどうか最後までお付き合いください。よろししくお願いいたします さあということでちょっと皆さんにお知らせなんですけれどもチャット欄にて質問を受け付けておりますのでえ皆さん番組後半部分で質問に答えていきますのでどんどん質問をチャット欄に書き込んでくださいどうぞよろしくお願いいたしますさあということでえそれでは早速最初のパートに入らせていただきたいと思いますまず皆さんの今こう見ていただけますかここにね目の前に 人工衛星のモックというものが置いてあります。このモックというのはあの模型なんですね。人工衛星の実物大模型ですこちらね。あのちょっとサイズ感などを詳しく見ていきたいので、まず。吉武さんこちら人工衛星詳しく教えていただけますでしょうか。ちょっと前の方に出てきてください。はい、お願いします。ということで、私も前に出させていただきまして、ちょっとカメラさん、この人工衛星の前に来てください。 でちょっとねこのサイズ感を見ていきたいんですけれども私の手のひらでこのね細さ伝わりますかじゃんんもう手ののひらの幅なんですよねでちょっとこう、まあ、上下数センチありますけれどもこれだけ皆さん小さいということがお分かりいただけるかと思います。で私この小さな人工衛星が打ち上がるってちょっと最初見た時思わなくて。 何かと合体するのかなって思ったんですけれども、吉武さん、これがすべてですか、はいこれですべてですね、これ、小さいんですけども、うん、衛星にとって必要な機能っていうのは、すべて入っています。発電だったりとか、姿勢制御だったりとか、あとは通信だったりとか、うん、でもちろん、まあ、カメラも入ってます。で、すべて入って、この大きさに収まっているっていうことになりますね。 すすごいですねちょっとカメラさん、横も分かります横、横もいけます、細さもなんですが、これね、A4 サイズの紙なんですよ、重ねてみると、ちょっと大きいぐらいなんですよね、ノートぐらいの大きさ、これ、驚きですよね、でさらにですよ私、ちょっと驚いたのが、この小さな中に、このカメラレンズが入ってるんですよ、大きいの、これソニーさんのカメラですかはいこれ、ソニーのカメラとレンズですね。 はい、まあ見ていただくと分かるんですけどもかなり幅ギリギリにレンズのこれ前玉っていうんですけどもが来ていてもうそのままだとレンズ載せられないレベルだったのでレンズをある程度削ったり加工したりしてなんとか載せているという感じですね、うん、いやあの私宇宙キャスターと、ね、名乗っていますから人工衛星っていろいろ見たことがあるんですよ。ですがこの幅パンパンにレンズがはまってるのって初めて見たんですよ。 で皆さんちょっとこの凄さ分かるかどうかドキドキという感じなんですがあのこの小さな中にこれカメラのレンズがこれだけ大きいということは大部分がカメラでですすよねね中身そうです、ね、こは下半分くらい下半分のほぼ <laughs>、ね、大体はもうカメラで埋まって、ね、しまってますね。のはい、なのでちょっと他の機能をどうやってここに詰め込んだのかなという疑問があるんですけれども、はい、吉武さんこれ。 中に全部入ったんですかそうですね全部入りました <laughs> すごいですねいや皆さんすごいことなんですよこれはあの宇宙オタクの私からしたら驚きの事実なんですよ全部入ったでちょっとこのカメラが入ったのもすごいんですけどじゃあどういう機能がこの中に入っているのかちょっとお聞きしていきたいと思いますでまずこのちっちゃな点ここに空いているちっちゃな点は何ですか、はい これは3センサーと呼ばれる部品でしてこれが衛星に4つついてます。うん、で機能としては太陽光をまあ検知するっていうまあ素子です。でこれによってこの衛星が太陽に対してどういう姿勢を今取ってるのかっていうのをえっとまあ知ることができるってことですね。例えばここから太陽が入ってくるとこのセンサーが反応してじゃあこのカメラの目の前には太陽がいるんだなっていうのが分かる。姿勢を変更させるときのまあ補助として使うような。 あっちですね。太陽光が目印になっているということですか。すね、えこれをこの二つのセンサーで察知する。はい、えっと、裏側にももう二つついてて、トータル四つついてるって感じですね。なるほど。宇宙空間で姿勢制御ってねなかなか大変ですからね。四つついているということです。はい。じゃあちょっとこの 裏側にあこれもちょっと気になりますねこれ気になりますねこれなんですかなんかこうさりげなくついてる小さなものなんですがはい、これ結構大事なやつで、えー、これアンテナなんですねアンテナ、はい、アンテナですこれ何をしてるアンテナかというと、はい、まあ地球に撮った写真や動画をダウンリンクって言うんですけどうん、うん、地上に送信するためのアンテナですえ、うん、これでこのカメラで撮ったものがこのアンテナで地球に届くんですかはい この小さいんですけども、まあスマホとのに同じくらいの速度が出て、4K 動画でもどんどん落とせるようなまあそういうアンテナになってますね。すごいですね。10年間でガラケーがスマホに変わりましたもんね。人工衛星もすごい変化を遂げているということなんですね。じゃあちょっと裏側の方に回ってみましょうか。じゃあちょっとカメラさん遠回りですけれども、こっちぐるっと回って裏側に行きましょう。こちらです。あ、太陽光パネルがどんと。 これはこの数で逆に足りるんでしょうか <laughs>。はい。これ足りるように設計をして、えー、この表面裏面に太陽パネルを配置しているようなえー、っと設計になっています。ああ、なるほど。で、ちょっと気になるのがこの一際目立つピンクのこの物体。はい<う>。これなんですか。これ実は皆さんのスマホにも入っている機能なんですけど、えー、これ GPS のアンテナなんですね。ええー。はい。 これでで位置が分かるそうですこれを使って今衛星が地球の周りの軌道のどこを飛んでいるのかっていうのを、えっと、自分自身が知るようになってます、ね、はあそしてですねこの空いてる穴も気になります、はい、これは推進器と推進機とかスラスターとか呼ばれる、まあえっと、コンポーネントでうん、えっと、衛星の姿勢を制御したりだとかあと軌道を変更したりとか。うんうん まあ、するために使います。ああ<ー>、はい、プシュ、プシュって。そうですね。こう噴射している人工衛星のね、映像をよく見ますけれども。はい、それで、これで、まあ、推進しているということなんですね。はい、なるほど。そして、もう一つ。うん、あの。ちょっと。 なんていうですか、秘技というか秘密持ってるものがあるって私聞いてるんですけれども、ちょっと見せていただくことできますか。ちょっとだけ面白いものがちょっと持ってきました。実はここの底面にですね、この本当はついてるんですけど、そうですね。これ木なんでついてないんですけど、ちょっと実機と同じものをここに持ってきちゃいました。はい。あ、ちょっと立って立ってあのじゃあちょっとこの太陽光パネルの前でこう見せていただきますか。はい。QR コードなんですけども。ええ。 えっとこれが衛星の側面についてましてこれを読み取ることでまあソニーが用意している秘密のサイトみたいなのにアクセスできるという <laughs> 打ち上げた時にはそういうのがオープンになっているというちょっと待ってください QR コードつけても宇宙に行くんですよね,そうですねこの人工衛星は、はい、何のためにつけてるんですかのし見たたた人かにたまたま発見したまあ未来の人だとが なんだこれはって言って QR コード読み取って、ええ、あソニーが最初に打ち上げたあの衛星なのかっていうのをちょっとヒントみたいに入れられたらいいなっていうのでちょっとやってみたそういういジョークですねあなるほどでもジョークとおっしゃいますけれど、はい、<laughs> 私は宇宙人と交信できるかもしれないと思ってちょっとどうします、宇宙人が QR コードピッてやって連絡してきたら、ね、吉武さんなんんなて答えるんですかどうす,るどうすればいいんですかね。<laughs> <laughs> ちょそれもねちょっと打ち上げまでに考えておいてくださいさんしはい、こういうねちょっと面白いものも設置してあるということですはい、はい、吉竹さんありがとうございましたまこれでちょっと皆さん人工衛星のポイントお分かりいただけたかと思いますさあということでいろいろ解説をいただいたんですけれども、まあ、あの現時点でも日々あの奮闘中開発中ということを私伺っております これまでもですねいろいろと、まあ、想定通りにいかなかったことや大変だったことをいろいろあると思うんですけれどもこれからは皆さんに印象的だったエピソードを伺っていきたいと思います。エピソーーーードトークのコーナーですということでまずトップバッターはあわーわー <laughs> エピソードトークお聞きします。 はい西島さんにまずお聞きしたいんですがあのレンズなどを担当されたというふうに伺っているんですが、はい、何か大変だったなあということありますはめ,、まあ、めちゃくちゃいっぱいあったんですがちょっと思い出に残ることをちょっとかいつまんで紹介ささせてください,、はい、たいまずあれですね地上と宇宙何が違うのかなと思ったときにすかすぐ思いつくのはやっぱり空気があるかないか。 ななのかなってそうですね私もそう思ってました、うんはい、で空気がない宇宙だと例えばあの扇風機のように風を吹かしてものを冷やしたい、うん、特にこういうカメラのような発熱するものを冷やしたいって時に、うん、普通なら地上なら空気を当てれば冷えるっていうのがよく電気製品でやられているんですよ。すよ、ね、そういうのファンがついてたりとか、はい、宇宙は空気がないのでどんだけファンを回しても風が当たらないので冷えないんですね。 だからそこであの発熱をどう対策していくかというのがかなり課題だったりしますさらに空気がない空気があることでめちゃくちゃ恩恵を受けているのがやはり放射線ですねうん、うん、地上にいるとかなりの放射線宇宙から飛んでくる放射線を大気が受け止めて吸収してくれていますうん、うん、でも人工衛星っていうのはあれです、ね、ちょ空気がないので直接放射線を浴びてしまうっていうところでうん、うん、やはりあの 大変なので、大変でした <laughs>。はい、はい、で、やっぱり普通の今回、ソニー製のカメラを積んでいるんですが、うん、もちろん宇宙用に設計されているわ,わけではないので、でね、私、たち一からあの放射線の試験をしています、実は、ええはい。で、まず放射線の試験をどう受けようかって時に、うん、あに、そもそも立ちはだかったのが、放射線の試験、どこでやればいいんだろうっていうところからスタートしています。 あ、そこからだったんです,かそうですね。手探りですね。うん、で、今回あの東大と jaxa さんと協力してやっているので、うん、あの先輩方の意見を聞きながらここでやった方がいいよ。ここでこうしたらいいよ。っていうのを一つ一つ聞きながら、あの自ら評価を進めていました。で、例えば、うん、あのまず放射線の業務従事者。の 講習を受けなけけななればいけないとかそこから、はい、<laughs> そこを受けてからじゃないとその放射線の立ち入りエリアに入室できないので、えー、試験すらできないみたいなところから、えー、あの取り組みを始めています。は<ぁ>はい、であと、まあ、ラッキーなのか面倒、うん、くさいのかわからないんですがあの半年に1回あの特殊健康診断と呼ばれる健康診断を普通の健康診断とは別に受けたりとか<ぁ>あのいろいろ放射線の評価を例えばする中でも。あの 皆さんの前では見えない今回だから話せるようなあの苦労も持ってたりします、うん、はいでですね<ー>ちょっと話長くなってしまったんですが、はい、その中で放射線につい試験についてあのレンズでびっくりしたことがあるので紹介しますはい、はい、何でしょうかえっとですねでいろいろな放射線があるんですがあの今映像にあるのはガンマ線を照射する試験の様子です、はい、でこんな感じであのレンズをレンズやあの電子基板などをあの照射 普通、皆さん私もなんですけど想像してたのは例えば半導体などの電子部品っていうのは放射線に弱いんだろうなっていうふうにあの先入観を持ってたんですがあの意外と電子部品は動いてくれてですね。実はびっくりしたのがこのレンズが茶色に黄ばんでしまうっていうことを発見してしまいました。はい から徐々に放射線をっきですもう見ての通りすごい黄色く茶色く見えると思うんですけど茶色なんですよ、うん、であのこの評価ではあの少しずつ放射線を当ててはあの実際に撮影して画質の評価をしていったんですが、うん、あの徐々になんだか絵が茶色いぞと思ってボディからレンズを外して覗いてみたらうん、うん、レンズ自体がすごい。 茶番でいて、あのその場にいたあの設計メンバーたちはもうあれ、そこんなに茶ばぶのっていう風にすごいびっくりしていたことがあります。で、これってやはり何だろう。我々がエンジニアがいつも思ってる視点とは違う。まさに宇宙の視点が一つ発見できた。その衛星を開発している。中から、あの宇宙視点というのを一つずつ発見しているのかな。やっぱ自分で手を動かしてやってみないとわからない。触れてみないとわからない。発見がここにあった。 っていうのです、うん、すごいあの楽しかったことになりますで一方でうん、うん、このまま茶色でいいんかっていうところに対しては<や>皆さんそうそうご安心くださいあの設計の検討評価を続けてまして皆さんにお届けする衛星は、うん、で写真撮っていただく分にはあの茶色い写真や動画は撮影されないので大丈夫です、うんはい、ぜひ使ってくださいあよかったです。 なんかもう前に座ってる吉武さんがよしうまいこと言ってるぞみたいな数回無難ついてる。そうですね。<laughs> 先ほどリハーサルではちょっとダメ出してもらったのでちょっともうちょっと話を膨らませようかなと思います指導が入ったんですね。吉武さんに指導されました。<laughs> <い> 2> YouTube 2回目なんでね彼は。先う, <laughs> うんうん。開発のもうん、ずっとやってきたことを、うん、説明してもらってそうだなそうだなと思って <laughs> と聞いてました <laughs>。 またさ冒頭で宇宙の視点って何だろうって話もありましたけど、まあ、そうやってちょっとこう開発していく中で皆さんも宇宙の視点というのを得てるんです、ね、そうですすねねそうやっぱり触れ合わないと分からない視点発見というのがやっぱり感じられたので、うん、あの今後打ち上がった後に自らやはりこの衛星を動かして撮影した時にどんな発見があるんだろうってすごい楽しみに思ってます。うん、確かにあの今のエピソードをお聞きするだけでもやっぱりこう 地球の大気って私たちが生きてる上で本当に大事で恩恵を受けてるんだなというふうに感じますねそうですね当たり前と思ってたんですけどやっぱ視点を増やすと全然違うことが起きてるんだというふうにつくづく感じました、うん、そうですね一つの宇宙の視点をいただきましたありがとうございますじゃあさっきすごい反応していた吉武さんに伺っていきましょうか吉武さんエピソードお願いしますはいえっと今西島さんからお話があった 宇宙には空気がないっていうところ、うん、でもうちょっと試験をしたところがあるのでちょっと深掘りしてみたいと思いますお願いします、はいえっと、映像ありますかねちょっと一旦見せていただいてあ、出ました<お>これは熱真空試験っていうものなんですけど、うん、これはあの大きな容器真空容器ですね、はい、これに衛星を入れまして、うん、でこの真空容器の蓋を閉めます、はい、で、それで真空ポンプを使って中の空気をどんどん追い出してやる そうするとこの装置の中はほぼ宇宙と同じぐらいのほぼじゃないか宇宙とに近い真空度になって、えっとまあ、宇宙環境を模擬できるという、まあ、試験なんですね、はいえっと。我々のカメラとかレンズとかっていうのは、えっと、真空で動くようには基本的にはできてないのでうこういう試験を通して、まあ、宇宙でも真空でもちゃんと動作するよねっていうのを確認 き,てきました、はい、でちょっと今ここに温度計が出てるんですけども、ええ、これマイナス220度う<わ>いじめ抜いてますねこれ実は熱真空,<ー>空っていうだけあって、うん、真空だけじゃなくて熱に関してもコントロールすることができるような試験でした、ええ、なので真空にしながら宇宙と同じ熱加えたり引いたりっていうのをできる試験でしたね、うんうん でそこでちょっと一つ問題が起きてまして、はい特にレンズなんですけど、えー、レンズがまあ曇ってしまうっていうまあ、結構クリティカルな問題が起きました。はいまたレンズ問題ですか。うん、そうなんですよね。はい、うん、でレンズって特に動くですよね。ズームだったりとかフォーカスだったりとか絞りもですけど、うんまあ駆動部が結構多くて、まあ、そこにレンあのグリスが使われてるんですね。えー、あのグリスグリスってなんですか。はい、動,動きを良くするためのまあ、油みたいなものをですね。 でそれが真空中でかつ温熱をかけた時に蒸発してしまってそれがレンズに付着してしまって曇るっていう、うん、で現象が起きました初めてやった時にそれが起きてしまって、ええ、な,なんだこれはどうしようって,ってなったんですけども <laughs>、まあ、ソニーのまあレン作ってるレンズっていうこともあって、うん、その分析チームだったりとか、まあ、レンズを設計してるチームと連携しながら、はい、まあそのグリスを なんか別のものに変えたりとかなくしたりとかそういう工夫ができないかっていうのをまあ検討してまあ再試験してまあ結果的にはえっとまあ曇らないものができたというまあストーリーがありました。よかったです。だってこの人工衛星のもう一番の目玉はカメラじゃないですか、はい、そのカメラのレンズがうまく起動しないとちょっともうどうしようもないですもんね。そうなんですよ打ち上げてみてしばらく使っているといつの間にか曇ってるみたいな。ふーん そうなってしまうともう使えない、悲しすぎるということなのでまあ地上にあるうちにえっと試験をしてまあその異常を早めにまあ見つけ出すでそれに対策をするというのはててうん、うん、課題はクリアしたとということでわれわれなかなかノウハウがなくてですね、うん、まあもちろん真空、真空では使うんですけど熱心空だとか、まあ、放射線もそうですけどわれわれの中のノウハウだけではできない部分が。 あったので、はい、まあ、jaxa さん、東大さんと協力して、ノウハウも共有してもらいながら、まあ、この試験は進めてきました。うんうん、なるほど。でも、お話を伺っていると、宇宙空間って本当に過酷なんだなということと、結構ね、見てくださっている皆さんは、ソニーさんだから、ちょちょいのちょいで作ったんじゃないのって思っている方、多いと思うんですよね。こんなに苦労してるって、皆さん知らないと思いますよね。じゃあ、今日お伝えできてよかったですね。苦労の裏側を。そうです、ね。 はいということでまだまだちょっと苦労エピソードあるかと思うんですけれども逆にこう宇宙開発に日々携わってらっしゃいます JAXA の藤平さんから見てこういったエピソードってどのように感じてらっしゃいますか 最初にあの、気になってたんですけど、茶ばむって言うんですね。茶ばむって言うんだと思って聞いて。<laughs> 茶色基板だから。<laughs> あ、なるほど、茶ばむ。茶ばむです、ね。新しい単語を。覚えましょう。今日の新しい単語です。レ <laughs> ッシング試験はやっぱ出るんですよ。あの、うん、不具合が、まあ、むしろ出す試験なので。うんはい、あの、それですごく出して、もう全部。うん 改善してあげようっていう試験なので仕方ないんですけど、はい、まあそこは苦労するところですよね。うんうん、熱もえっと真空度も宇宙模擬してやるものなので、うん、そこはあのやっぱしょうがないなっていうところで、あまあ苦労してるのはすごくあの近くで見ていたので、あなって思いながらうん、うん、はい見てました。はい。で宇宙にチャレンジ初めてされるっていう風な。 あの方たたちちは大体こういうい課題にぶち当たるものなんですかそう一番の違いは、ねうん、宇宙真空すぎてなんか物質からいろいろ中から空気なり水なり出てきちゃうんですねそれで結構レンズとか汚れるっていうのがあってはい、はい、結構もう宇宙から j a x とかだと動くものっていうのはすごくこう難しいので宇宙で動かす動かないもので最初から作ってしまうんですけど、ええ、まずは今ソニー,の,衛星あソニーの,あのカメラを使ってレンズを使っていったところで、うん、そこの気候がやっぱり特徴なのでそれをどう使うかってところで、うん、もう動くもの も載せようという挑戦ですよね。うん、そこを挑戦してやってるからこ、そのまあ、苦労でもあるのかなって。そこを乗り越えて今ここに至ってるので、それもすごいなと。ソニーの実力が実力と技術力があるなっていうのを思いました。うん、なるほど。まあ、あの jaxa の方でカメラを載せるってなると。もそれそう。もうその段階ってもう決まってるじゃないですか？はい、どうやっていくかっていうのを、はい、で、これソニーさんのカメラを載せるっていう。 これ藤平さん新たななんか期待みたいなものあったんじゃないですか。ソニーのカメラの特徴が要は乗るってことなので、やっぱ宇宙のカメラの特徴とまた違う特徴を持ったカメラが載せられるようになったっていうのは大きいと思いますね、はい。私もソニーのカメラ持ってますけど、ちょっと高感度がすごいので <laughs> 感度が異常なので、そこの高感度のカメラが宇宙で使えるようになったっていうのは宇宙開発全体で見ての進歩かなと思います。あ、私はあの藤平さんがソニーのカメラは大好きでユーザーだってことを知ってますので。<laughs> ちょっとね、その高機能なカメラが乗るって結構高まりますよね。よね <laughs> 宇宙に行ってるカメラと同じものを自分が使ってるって思うだけでワクワクします。あ、ワクワクしますね。はい。はい、はい。ということで、あのそういったまあ苦労もありますけれども、まああの成し遂げられる喜びもあるということで伺いました。まああのまあ地上のシステムの方もちょっと私気になるんですよ。今はねちょっとこう打ち上げる人工衛星のお話だったんですけれども、一体それをこう 使うのは地上のシステムじゃないですかということで、岡さん地上システムを担当されているということなんですけれども、<っ>衛星本体のこの大変さとまた違う大変さってあるんですか。そうですね。はい、あのシミュレーターの開発の方も本当に日々あの苦労が絶えないですね。うん、はい。なるほど。でも自分は結構あの楽しめであのやっております。<お>はい。はい、あの特にあのシミュレーターの UI の設計などはえっとだいたもうすぐに使えるようなあの直感的な操作感など 本当にあのソ,ーソ,ーソニーらしい UI の,あの開発を目指してやっております。ということで岡さんが開発中の,そのシミュレーター、一体どんなものなのか皆さん、すごく見たいと思うのでちょっと見せていただくことっでてで、はいえーえー、PC 版のシミュレーターの画面を今から、はい、お出し,します。はい、これちょっと実際に あの操作しながら説明したいと思います。今ちょっとぬるっと出されましたけど、すごい画面ですよね <laughs>。そうですね。あの実際にあのクラウドファンディングなどであの皆様にサービスで使っていただくものとはちょっと違うものにはなってしまうんですけど、はい、えっとまあ人工衛星を使って実際にどんな写真が撮れるのかといったことをイメージしていただくためのえっとシミュレーターになります。うんうん、はい。で,ですね。まあ、こういうふうにあの地球をこうな,なんか眺めてまああの眺めることができますと。ええええ。ええ、はい。 で,でこれこうみんなもパソコンでカチャ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 動かせるようなところを目指されているということでよろしいですか。そうですね。まあのちょっといろいろ条件があってあのまあ動かせるところ動かせないところは結構あるあるんですけどはいあのなるべくそのじ自由度の高いあの撮影ができるようなあのものを目指して作っております。はい、はい、で,ですね。えっ、ー、と今ちょっとはいじゃちょっと今回はあの日本上空を撮るということで、はい、えとですねちょっとカメラのモードをちょっと変えますね。 でこれがあの今先ほど皆様に見ていただいたあのスタースフィアの衛星の CG になっております、はい。でこれあの実際の速度がまあこれぐらいちょっとだいぶ遅く感じるんですけど実際はかなり速くてこれぐらいの速度であのあ飛んでいますと今、飛んでますとはいで今、こうやって三三人称視点なんですけどちょっとじゃあこの実際に人工衛星の視点として一人称視点にはい入りますと。あすごい はい、自分が飛んでるみたいな感じですねそちょっとまあ少し角度とかもつけて、えっとまあ、こんなふうに日本を撮るみたいなことがこいい、はい、できるとでちょっとこれもあスマホみたいにですねこうやって押すとなんかパシャッと撮れるみたいなこういう<え>あのそうですねはいあの本当に簡単な操作であの撮影できるというのを目指してまして、えっとまあ、こういった日本を収めるような写真も、うん、あの。 運ができれば取れるといった、はい、思いなってます。えー、だって、この画角なんて宇宙飛行士さんが宇宙から撮ってる写真そのものじゃないですか。そうですね。それが自分の手で取れるんですね。はい。最高ですね、藤平さん。<laughs> 最高ですよね。最高ですよね。取れないですよね。いや、本当、普通にスマホで撮ってましたね、今ね。今、スマホでしたよ、はい。はい、と思いますね。すごすぎる。ちょっと藤平さんの、弱さの視点からして。もう。 こんなの考えたこともないというか言うてねもう僕とか、うん、あのもうあれじゃないですか宇宙側の人間じゃないですかはい、私も宇宙側の人間ですそうすると結局皆さんどう思われるかなと聞きたい,きたいんですけど宇宙で撮影するって多分こういうインターフェースというか こういう撮り方で撮ってるのかなって思われてるかなと思うんですけど、うん、あそっか<ろ>今見てる方たちはね、はい、これがもしかして普通なんじゃないって簡単に撮れるんじゃないって思ってるかもしれない、はい、思ってるかもしれないんですけど実際はもう全然この地球をこうどうしようかな角度つけようかなうんとかじゃなくて、うん、本当コマンドをこう文字列をそうです、はい、それで送信して受信してみたいな話なんですけど、うんうん、こういうふうに撮れるっていうのがものすごい新しいというか今までなかったことかなというふうに思います、ね、いやないですよ、はい、だって大事じゃないですか写真撮るだけでもはい コマンド今落ちちゃった。で<の>なんかもうタイミングと。あんな風に撮りたいですよね。あんな風に撮れるなんて夢みたい。はい、夢が現実にですね。本当すごいと思いますね。また、あ、ソニーさんが作るもの、<ぁ>一つ一つの動きがもうかっこいいっすよね。いやそうなんですよ。<う>でさっき私かっこいいものを見てきたんですよ。あのちょっとね画像出ますか。あの先ほど私こちらのソニーの本社の中にあるデモルームをねこれ拝見させていただいたんですけれども。<ぁ> <laughs> すっごいかっこよすぎてこの宇宙への没入感がもうものすごかったんですよ見て最初にやっぱかっこいいって思いますよね思います、はい、え藤平さんもご覧になったというふうに伺ってますがどんな印象でしたやっぱりこういろんな運用室を 見ては来たんですけど、まあ、弱者の運用室ももちろん知ってますし、えっと、ヨーロッパの宇宙機関の運用室、かっこいいんですよ。かっこいいんですけど、もうちょっと明るいんですよ。でも、ちょっと暗くて、暗いなって思うんですけど、やっぱソニーさんのところ、もっと暗くて。いや、もう、もう、その場がもう、なんていう、宇宙。 宇宙に関ししてて何かしてる感す,すごいですよ、ねうん、でも入った瞬間から多分もうその空間に多分包まれて宇宙の撮影をしようって気になりますし、ええ、その中にパってこう光ってる地球がやっぱ眼下にある下にあるじゃないですか,か上を見上げるんじゃなくて、はい、眼下にあるっていうところがやっぱりこう宇宙の視点をその場でこうなんていうか見てるっていう感じがもうその場でする撮る前から。っていうのはすごく思いますね。確かにあと私このおしゃれさが またこの宇宙業界に新しい風が吹いたなって感じたんですよいやもうその通りおしゃれさと無縁の世界ですねそう宇宙業界おしゃれさとは無縁でやってまいりましたはい。はい、ですねもうかっこいいまず部屋に入ってすごいかっこいいしおしゃれだなっていう感覚を、うん、まあ今後ねこれがスタンダードになってくれば、うん、もう運用しはおしゃれになっていくと思いますので、うんはい、はい。これがスタンダードになってほしいなと思いますね いやもう新しい時代がちょっと開いた感じしますよね完全に新しい時代来てますよね来てますそもそもなんてもう職人が要は入る部屋だったわけですからそうですよかっこさがいらないわけですよそうそう UI とか言葉ないっていうところなのにほんとそうあと簡単に操作できるのもねすごいこれはもうポイントですよねですねやっぱ何ヶ月も運用訓練を経てやっていくものなので、うんうん、そこがやっぱ 要は最初に初見で操作できるっていうものを目指してるわけでそこを実現してるっていうのがやっぱすごいなと思いいますねすねごいですねゲーム感覚でこう宇宙の地球宇宙から見た地球の写真が撮れるんだなって感動しましまたよあのスマホ感覚で撮れるしゲーム感覚でなんかね操作できてやっぱこれソニーさんがやってるっていうところの意義がここにありそうな感じがしますよね。 いや、本当ですよ。はい、私あのプレスティーユーザーなので、ゲーム感覚で。小宇宙から地球が取れるなんてもう、枠テカでしかないんですが。お母さん。すごいものを開発しましたね。はい、ありがとうございます。<laughs> もう、すごい、あの、特にあの、ザックさんの、あの方、あの、さんから、すごい、あの。ん喜んでます。もこの興奮伝わりますか。はい、我々の。僕が <laughs> 嬉しく思います。あの。実際、今の、使っていただく皆様からも、すごいいい反応がいただけるように、日々、あの、改善してますので。はい。 いいものお届けらできるように、はい、頑張りたいと思います。はい。かっこよさと裏腹に淡々としますよね、みんな。そうなんですよ。<laughs> 淡々と格好もつ<だ>ってますよね。だから、ちょっと思ったのが、もしかして、ソニーさんからしたら、これぐらいの格好良さって、むしろ通常運転で。ああ、そういうこと。そう。だから、あれ、なんか普通に作ったけど、なんで宇宙業界のところのざわついてんのみたいな。なるほど。くらい宇宙業界のやつほど、ざわつく感じです。<laughs> あ、しょうがないですね。しょうがない。だから、中間。 今ハーフハーフの村木さんはどう思ってるのかなってちょっと気になる村木さん、ちょっといいですか、一言。いや、もう本当にかっこよくて <laughs> もう見るたびにう,うっとりしちゃうよそうですよね,ですね。で、ちょっと半分半分の方だから <laughs>、はい、ああ、もうあっていう気持ちといつも通りですけどっていう気持ちが半分半分分ですよね,すね、まあ、ソニーならできるというところだなと思います。そう,そうなんですよ ソニーさんだからこそ今回このかっこいい素晴らしいみんなが本当にゲーム感覚で宇宙から地球が取れるというものが開発されたということなんですね。ひとしきりちょっと盛り上がりましたけれどもあの今まだエンジニアの皆さんは日々開発中ということでしてあのこちらはね宇宙とつながる感動体験をご提供するサービスということでこのサービスのところにちょっと今度は視点を向けていきたいと思います。 ので村木さん、この事業の観点から見てこの取り組みって一体、どのようなものなんでしょうか教えてください、はいは今素敵な人工衛星と、まあ、操作システムというのを紹介していただきましたけど、はい、やっぱりこれはまだ道具なので、まあ、これを使ってどうやって、うん、まあ感動体験をお届けするかというところがこれをお祭り騒ぎでやるだけではなくてどうやってこう持続的にですね ちゃんとビジネスとして回していけるかっていうところが、まあ、チャレンジですので是非、うん、これをあの応援してくれる皆さんとあの実現していきたいなと思ってるところなんですが、はいまあ、この、えー、撮影してただ、まあ、楽しい綺麗な写真が手に入るっていうことに加えてこの宇宙を通した物事の捉え方宇宙の視点っていうものをですね、はいえー、キーワードにして、まあ、それをこう感じていただけるような事、うんまあ、業の取り組みっていうものに今 一般の方々に触っていただくっていうのもそうですし、はい、まあそれ以外でいうと今ここにあの表示されてますけどもアートですね芸術分野で宇宙視点の芸術という、まあ、この新しい宇宙を通した物事の捉え方を アートで伝えていくと、まあ、こういう取り組みもやってます。なるほど、今、こちらにあの四名写真が写ってますけど、一番右側に座っている方がですね。はい、あの日本を代表する現代芸術作家の杉本博史さんと。うん、まあ去年、NHK の大河ドラマの聖典をつけの大事とか書かれてた。著名な方なんですけど、はい、まあこの方とコラボレーションをして、宇宙から。 まあ彼が作品を作ったら、まあ、一体どういったものを伝えるものになるのか、まあ、こういったことに、はい、あのまず取り組んでいく予定があります。はい、でこれについての,あの対談動画もですね宇宙の視点を、まあ、いろんな分野の、うんえー、有識者の方と杉本博さんが語るっていう対談の動画も公開してますので、はい、ぜひあのスタースフィアの YouTube チャンネルでご覧いただければと思います。はい、でさらにあの今スクロールいたただきましたけれども この宇宙の視点というものは教育でもすごく重要なものではないかと思ってます今グローバル教育ってありますけどまあこう地球を一つにでさらにそれをまあ視点を上に上げてですねこう宇宙も含めてこれからのまあ生き方みたいなものをあの子どもたちに考えてもらうとこのエデュケーションって真ん中に子どもたちがこう先ほど岡さんが紹介したシミュレーターを覗き込んでる写真がありますけど去年ですね高校で模擬授業とかもやって。 まあ宇宙を通してえまあさまざまな学びっていったものを感じてもらえるようなそういう取り組みも今進めております。なるほど、宇宙の視点っていうふうにまあこれまでずっと言ってきましたけれども、いろんな視点があることがわかりますね。そうなんです。あの宇宙の視点っていうとまあ、パッと思いつくのは宇宙飛行士と同じ視点で、うん、まあこう地球を見下ろすような視点だと思うんですけど、うんうん、まあ我々それ以外もまあたくさんの宇宙の視点っていうのがあると思ってまして。はい まあ例えばですけど、ええ、星空を眺めてて、まあ、宇宙がどれぐらい広いのかってことに思いを馳せると、うん、例えば宇宙の歴史は138億年であるとか宇宙は隣の星に行くまで何光年かかるみたいなそういう広い時間とか空間を感じると自分がちっぽけだって感じる。あ悩み事とそんんなな宇宙規模で考えたら自分のててって いう考え方しますよ,よくそ,うですそれなんかも、はいまあ、宇宙とつながるこの人工衛星を通して星空を撮ったりする体験で感じていただける宇宙の視点かもしれないし、はあ、確かにあとまあそういう星空を見ながらこのどこかに宇宙人っているのかなと思うとですね、うん、はい 地球に住んでる我々も、まあ、宇宙人の一種なわけです宇宙の中にそう考えた時に我々地球人って一体どういう特徴があるのかなこう見た目とかだけじゃなくて例えば性格とかですね、うん、考え方とかそういうことに思いをはせると人間性というか。 僕は例えば心を持っていて、うん、まあ美しさとか素晴らしさを感じられたりだとか悩んだりも失敗もしたりするんですけどでもそういう心があることで幸福を感じられる例えばそういう人間性をもう一度考え直してみるみたいなこういったことも宇宙の視点を通して得られるものじゃないかと。<laughs> まその他いろいろあるんですけど、はい、今日はエンジニアトークということですので細、ま、かい宇宙の視点はまた次回以降にご紹介することとして、まあ、こういったものをですね、はい、ぜひ、えー、このプロジェクトに参画する一般の方々含めてみんなで探していきたいなとそういう事業みんなで作っていく事業にしていきたいなと思っています。 なるほどちょっとねまだまだ宇宙の視点がね例えばこんなものって聞きたいんですけどもしかしてそういうこれもこれもっていうのもみんなで作っていくものなのかもしれないですね。そうですねぜひなんかハッシュタグ宇宙の視点みたいな感じでいい、えー、私こういう宇宙の視点見つけましたみたいな感じで、うん、世の中がそういうものの捉え方みたいなのをこう当たり前のようにしていく時代をみんなで作れたら素敵だなと思います。えー、素敵ですね はいなんかもうすごいこう宇宙の宇宙に思いを馳せるようなこう時間になればと思って始まりましたけれどもだいぶ今思いを馳せてます、はあ、いい時間になっておりますねということで皆様からですねいくつか質問をいただいておりますのでここでご紹介いたしまして皆さんに質問に答えていただこうと思いますたくさんね質問いただきました皆さんありがとうございますはい まず一つ目の質問いきますね、えー、こちらはですね誰に答えていただくか決めておりませんので挙手制になっております皆さん自主的に挙手をお願いいたしますまず一つ目このプロジェクトを始めたきっかけを教えてくださいはいあ、村木さんお願いしますあの僕がですねちょうどきっかけの時からいる、まあ、サイコさんのメンバーのおーお願いいたします答えるのにふさわしいかなと思ったんですがはい 2017年からですね、うん、ちょうど7月頃なんで5年前ぐらいに始まっていて、まあ、当時、えー、JAXA とですねソニーがまあ一緒にこう宇宙ビジネス考えましょうかっていうようなこういうセミナーみたいのがあって、うん、でそこでまあなんか面白いことできないですかねっていう話がまあきっかけになっていてでそこからまあ興味を持ってる三角メンバーが。 まあ放課後活動の、まあ、我々机の下活動っていうんですけどそれで集まってで1人増え2人増えっていうことで仲間が増えて。 えーまあ、いつしかこうプロジェクトチームが立ち上がり、うんえー、ソニーの中にも宇宙エンターテインメント準備室推進室っていうまあ部署ができて今に至るということでやる気のあるメンバーが集まって立ち上げていったっていうところが、まあ、こうトップダウンで会社がやれとかじゃなくて、うん、やりたいこ熱意でこう立ち上げたってところが特徴じゃないかなと思ってます。うんはい、私もも、ね、始まった当初も あの今から約2年ぐらい前に「始まるぞ頑張るぞ」というイベントの司会をさせていただいたんですけれどもその頃はまだ思いいいいははあるけど物はなななみたた状況だったじゃないですかそれがここまで現実に実現しているっていうことに結構驚きを隠せないぐらいびっくり感動していてでなおかつあの。 なんでしょうね。最初ソニーさんの中でも、居場所がないぐらいのチームだったっていうことも。当初聞いていたので、とんでもないプロジェクトになりましたね。いや、本当に、ね、<laughs> あの、え、空事がどんどん一つ一つ。もできて、シミュレーターもできてっていう、うこの、日々の。 活動動自体体が本当に感動体験今から僕らこう5年先とかこう描いてるんでそれをまた実現していくステップっていうのも感動するのでぜひこれをソニーの中だけではなくて、まあ、いろんなこう視聴者の方とかも一緒にですねうん、うん、このプロジェクトを実現していくっていう感動体験を楽しめたらなとそうですね皆さんぜひ応援してください今も波のウェーブのようにみんなすごいうなずいてますから <laughs> はいじゃあ次の質問にいきたいと思います質問2つ目です 皆さんもともとはソニーの各製品の開発に従事されていたと思います。地上用途の製品と宇宙用途の人工衛星だと。どのようなエンジニア的ギャップがありましたかと。こちらはどなた。をお,お願いします。いい質問ですね。いいですね。あの。はい。あの私は今まで、あのソニーに入社したしてから。デジタルカメラの設計。うん、そして、先ほどの。 ロボットトイ子供用の玩具のトイオというものの製品開発を行ってきていました。でやはり皆さんに届けるために大量生産っていうことを念頭に入れた設計ですね。からいっぱい作ってもあの不良はゼロにならないんだけどできるだけいい品質で世に出すっていうところそれ,それができるのはなぜかというとお客様が地上にいてもしも壊れてしまったら。 あの修理とかアフターサービスができるうん、うん、ってところがやはり一般的な地上で使うあの電子機器とかものだと思います一方でやっぱ宇宙っていうのは打ち上げてしまったらもう手が届かないところに行ってしまうので壊れたらおしまいなんですね <laughs>、うん、だからそこがあの設計の考え方がまず全然違かったです、はい、であのやっぱり大量生産だと もう何百台も試作で作って、うん、どれぐらいあの量産って不良率が出るんだろうって想像しながら作るんですけど、はい、人工衛星って一点ものもう手塩にかけて一つの部品 <laughs> 一つの部品を丁寧に丁寧に作って完璧な、うん、あの性能までに引き上げたものをもう最後ガーって組み立ててさらに打ち上げる前に。 一般の,あの家電製品とかはあのお客さんに届ける前にあの負荷のかかる試験とかはあまり行わないんですがあの人工衛星っていうのはまあ絶対壊れないよね大丈夫だよねっていうのを確認するために実際に宇宙に打ち上げる人工衛星ですらあの試験をクリアしないとロケットに乗せられないっていうのもかなりあのいわゆる民生品とは違うあのものづくりだったと思ってますなるほど。 でもこう地上のものをいろいろ作られてきたからこそ宇宙にチャレンジするって面白かったんじゃないですかあそうですね先ほどの話もあったように、うん、やっぱり作る勘どころが全然違うっていうのがありまして、うん、やっぱりもともと私は機械工学科専攻なので、うん、いわゆる物理とか力学みたいなところは、うん、あ,のある程度勉強してきていてるんですけどやはり放射線とか真空ってところに対しては全然違う視点が必要だったので、うん、まあそこをすごい気づき が得られましたねなのでちょっと成長したのかなって思っています、はい、なるほどありがとうございますえじゃあ3つ目の質問に行きたいと思いますこれ私もちょっと聞きたいんですけどソニーさんは利益が出ているのになぜクラウドファンディングをやるんでしょうかはいこれ誰でしょうはい、はい、お願いしますはいあのそういう質問いただいてソニー業績行って 言っていただけると嬉しいなと思うんですけども、<laughs> あのですね、なんでこのタイミングでクラウドファンディングを始めたかというところなんですが、うん、あの今今日説明したこういう衛星とかですね、あのシミュレーターとかがえっとちょっとずつできてきて。 でえっと、打ち上げもあの間近に迫っているというところでお見せできるものがあのできてきているタイミングなので、えっと、それを使っていただけるようなユーザーさんと一緒に、えー、その宇宙の視点というのをより広げる間口を広げたいなと思いまして、えっと、クラウドファンディングを始めたとといいう、えー、ところでございますうーんクラウドファンンディングに参加するともうなんかこう自分ごとになりますよね。 なんかこう自分のあの取り組んでる一緒にプロジェクトやってるような気持ちになって多分皆さん宇宙視点って何だろうとか多分自ら調べてくださると思うのではいぜひとも皆さん多くの方に参加していただきたいと思いますじゃあ4つ目の質問に行きたいと思いますあこれはかなりちょっと知りたいエンジニア的思考が知りたい方ですね姿勢制御の思考精度は何度ぐらいですか <laughs> かなり突っ込んだはいあじゃあ吉武さん来ますかあどうぞどうぞはいえっと精度っていう言い方をしても二種類あって、うん、まあ絶対的な角度の姿勢、精度っていうのとあとブレみたいな二つがあるんですけどもまずブレに関していくと、まあ、最大望遠で撮ったとしてもまあ写真として問題にならないレベルにはできます<う>はいそのくらい精度よく制御はできます うんうん、で絶対一精度でいくとえっと画面どのぐらいだろうなちょっとパッとは出ないんですけども、うん、えっと明らかに車体がどっかに違うところに映っちゃってるとかそういうことは全くないですちょっと垂らしちゃっても出ないですすみませんだけども、うんうん、はいそんな感じですこれ大丈夫です,かすごいですね<私>だいぶ突っ込んだ <laughs> だいぶそうです、ね、ちょっとデータがないのでちょっと答えられないんですけど、うん、はい。はい もしかして、同じようなエンジニアの方からの質問かもしれませんね。こちらはありがとうございます。じゃあ、次の質問に行きたいと思います。人工衛星の重さはどれぐらいですか？誰か重さを覚えてる方？え、ちょっあ <laughs> お願いします。はい、10キロ前半です。あー、はいうん、だいぶ。 それは軽いって言っていいのか重いって言っていいのかがちょっとわからないんですけど、あ,あのまあ衛星にのすえっとロケットに乗せるにあたって重さ制限っていうのはあるんですね。それはかなり使い切ってます。へー、うん。というのもやっぱりレンズとカメラってかなり重いじゃないですか。レンズはガラスの塊だしということで、まあギリ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 に収めてますかなり。はい。そうなんですね。じゃあもしかしたらこれ見た目はすごくコンパクトですけど持ってみたらすごい重い <laughs> く感じる？ うんぎっしり詰まってますよなんか本当に <laughs> <laughs> ありがとうございますじゃ次の質問行きましょう放射線などによる劣化などが激しいと思うのですがメンテナンスなどはどのようにされるんですかこれ宇宙に行った後の話ですかねどなたかはい、はい、お願いします はいえー、と先ほどもちゃばみっていうなんか新しいワードを作ってしまったんですけどレンズ自身が劣化するのもありますし、うん、もちろん、あのー、写真を撮るイメージャーの劣化ももちろんあります。でそこは放射線の試験でも私たち認識してましてうん、うん、でどうしても劣化は避けられないのであのまずは先ほどぎっしり詰,まったを詰めるって言った通りありできるだけ放射線がその 核となる部分にあの入らないようにできるだけあの壁を作ってます金属の壁でできるだけまずこの小さい中ですけど頑張って壁を作ってできるだけ影響がないように工夫をしていますあとどうしても劣化してしまう部分についてはあの地上をです、ね、まさに岡さんらのチームにあの後から補正できるようなあの仕組みを今入れていただいてもらっていますなので定期的にあの衛星の状態を あの取得してそれをフィードバックする形であのできるだけ劣化のない映像静止画を届けられるように今システムを開発中になります。ありがとうございますねえさっきもう宇宙に行ったらもうメンテナンスできないからってお話もありましたしねもう飛ばす前にどれだけできるかですよね。そうですね <laughs> まあなんですけどまあこの大きさはやはり限界が <laughs> <laughs> ありまして本当にできるところまではやったんですやりました。<laughs> <はい S 1> うん,うん,うん、うん いやなんか限界ぎりぎりにチャレンジしてるなっていうのをすごく感じますお話聞いていて、はい。ということで次の質問に参ります。ISS ・国際宇宙ステーションから送られてきた写真との質の差はどのようなものでしょうかということでこちら答えられる方はいらっしゃいますでしょうか。あれ,あれ藤博さんはい、はい,はいお願いします 僕じゃないよみたいな感じで言われましたよね。手挙げないなと思ってましたけど。そうですね。一番の違いは、その写真っていうのはやっぱ宇宙飛行士が撮る写真かなと思っていて。宇宙飛行、僕も宇宙ステーション行ったことないんで、違う分かんないんですけど。なんか地球側でしか。窓がないんですよね。あ、そうです。そうです。だから、基本やっぱ地球の写真が多いんですよ。だけど。彼は。彼はね。宇宙の方向けるんで。地球じゃない写真が撮れる。 っていうのは一個大きいのかなと思いますし質というよりもその広いというか動ける範囲が広いっていうのは大きな特徴かなと思いますね。んか宇宙飛行士に聞くとすっごいいろんなカメラが揃っていてすっごいいろんなこうなんていうんですかね、あのー、レンズも揃ってるらしくてでかつやっぱ宇宙で写真撮るの結構難しいらしいんですよ。あ<ー>ゆいさんんに聞いたんですすけどそうすると、あのー なななテクニックがやっぱあってパッと撮っても撮れない、ええ、い,い,いい写真が撮れない結構難しいっていうのはらしいんですよだから、ええ、こ,この衛星で撮れる写真と宇宙飛行士の写真を見比べて腕の差が分かるというか宇宙飛行士の方がいい腕なのか<お>このシステムの方がいい腕なのかみたいな <laughs> あ撮るご本人もそうかもしれないですけどっていうところで比べられるんじゃないかなって面白さはあるかもしれないですね。なるほどまあでも 質もまあ気になるところではありますけど自分の手で取れるっていうのがこう、うん、すごい <laughs> うなずいたすごいうなずいたんですけど皆さんあのでやっぱりどうしても宇宙飛行士さんが取ったとか。 そのどこかにカメラに設置してあるものが撮ったとかいうことになるじゃないですかでも自分がポチってした撮ったっていう写真はより特別なものになるんじゃないかなって思うんですけど,、ね、どうまさにそこだと思いますね,ね検索すれば出てくるじゃないですか宇宙にそ,そうじゃなくて自分で撮ったっていうのがやっぱり大きなところかなと、うん、僕も撮ったことがないので、うん、はい、っていうところかなと思います。そううですよねなんかこう いろんななんかここのイ度継度のこの辺りがいいよって誰かが言ったらみんなそこを狙ってくるとかいろんな現象が起こりそうですね。ですよね。それこそあのまさに村木さんも言ってましたけど、うん、みんなでこう共有してハッシュタグで共有したりしてあここ面白いポイントだねみたいのが見つかってくるんじゃないかなと思います。はあ、はい、あとなんかこう人気アーティストさんが撮ったのにみんな真似してここ撮りたいとかっていう現象も起こりそうだなって。そうですね。語りたいことがあるんじゃないですか。 <あ>ん村木さん、語りたいこや、なので、まあ、最初は多分、みんな宇宙飛行士と同じ写真を撮りたいと思って撮り始めると思うんですけど、今、その杉本博さんとか、まあ、いろんなアーティストの方とお話しててると、全然違う発想なんですよね。えー、気になるそれは作品とか出てからお楽しみってことになりますけど。い やっぱり今まで宇宙飛行士もずっと365日24時間カメラだけ持ってるわけじゃないのでまあなんか本当に代表的なのを撮ってるあと宇宙ステーションの向きとかそういう制約もある中で本当に何でも撮れますよっていう機会があった時に本当に我々が今予想もしてないような作品が出てくる可能性があると思っててでちょっと余談になるんだけど、あ。のー まあ僕らこの宇宙視点の芸術みたいな取り組みを宇宙時代の洞窟壁画っていうキーワードで呼んでいてでこれどういうことかっていうとあの洞窟壁画ってあるじゃないですかラスコーとかアルタミラの洞窟に古代人が描いたりますありますあれって芸術なんですけどまあその当時のデータが残ってるだけじゃなくてまあ何をこう尊敬してたとか何を美しいと思ったかっていう心が。 まあいろんな形で残っててそのおかげで我々古大人が何考えてたかわかるんですけど我々って今こう宇宙に初めて進出した時代を生きている人間としてデータはいっぱい今まで取ってきたんだけれどもどういう心を持ってその地球を見たのか宇宙を見たのかってまだ全然残せてないと思うんですよ。それをアーティストの方もそうだしこう一般の方がいろんな自らの心を発揮することによっていろんな写真なり作品を残せば。 それが未来人であるとか、まあ、いずれ合うであろう宇宙人から見ると、うん、まあ宇宙時代の洞窟壁画のように見えるよねっていう話を、まあ、我々コンセプトとして出してたりしてまあそういうあの意義とかもあるのでぜひ皆さんと一緒にそういう新たな写真作品、まあ、写真に限らず映像であったり、うん、そのほかインスピレーションを得て何か作っていくことをあの取り組んでいけたらっていうのが一、まあ、アート事業担当者としては非常にあの皆さんにお伝えしたかったことです。 すごい今私のこの体の奥底から感動が今湧き上がってます宇宙の視点ってすごいですね私たちこのプロジェクトに参加するにあたってちょっとこう歴史を作ってますねそうなんですよ僕らあの まあユーリガガーリンとかが初めて1961年とかに宇宙に行ったんですけど高々、まあ、まだ60年ぐらいしか経ってないんですこの地球46億年とかの歴史の中で高々かか60年に生きてるんでそこを生き,生きていたものとしてやっぱり未来に残すものがあると思うんでそれをぜひ新しい歴史を皆さんと作りたいなとそういう意気込みで頑張ってます、はあ、すごいこの質問コーナー素晴らしい締めくくりになりました村木さんありがとうございます。 はいということで皆様からの質問に答えさせていただきましたチャット欄への質問の方以上をもちまして締め切らせていただきます皆さんたくさんの質問ありがとうございましたさあということで皆さんまだまだ話をしていたいところなんですけれどもそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたのでクロージングへ向けていきたいと思います え最後にですね、三里さんの方からスタースフィアプロジェクト第1期クルー募集に関してご説明いただきたいんですけれどもでも、私、実は第1期クルーにすでに申し込んでおります。ま もうこのね第1期クルーの一人としてちょっとこう冒頭から聞いてきたんですけれどももうワクワクが止まらないということで改めてこの第1期クルー募集のご説明を三里さんよろしくお願いします。 今回あの、第1期クルー募集という形でクラウドファンディングを始めております。はい、であのページ見ていただくと分かる通りですねクラウドファンディングなのであのサービスの内容あの打ち上げて、えっと、無事提供できるようになってからご提供するサービスの内容も上げておりますちょっとその内容を説明したいと思うんですけれどもあのイメージがちょっとでもつくようなムービーを作っておりますのでそちらをご覧いただければと思っております。 よろしくお願いします。 いいですね、ありがとうございます。サービスの内容をもちょっと補足させていただきたいと思います。はいえー 今回、ですねあのリターンクラウドファンディングのリターンとしてはいろいろ設定させていただいておりましてあのステッカーとか、えっと、ープロジェクトの内容がより分かるあのガイドブックみたいなのもあるんですが、えー、人工衛星を使ったサービスとしてはこの2つを挙、えー、げております。はい、で1つ左からいきますと1つは、えっと、宇宙撮影体験ツアーというふうに銘、えっと、打っておりましてあの名前の通りですね、あのツアーのような形で、えっと、複数の方々で この衛星に相乗りしてですね、うんえっと、我々がアレンジするかもしくはその特別なゲストのような方々にアレンジしてもらったツアーを、えー、一緒に体験するというようなサービスです。はい、なので先ほど岡さんの方に説明してもらったシミュレーターを使って自分でこう好きな場所を撮るっていうようなあのサービスではないんですけれども、うんえっと、宇宙旅行に行ったようなです、ね、あの模擬体験をしてもらって。 でそれであの楽しい体験をした上でえで、っと、自分でもあの写真が1枚撮れるというようなサービスが、えー、ツアーの方ですねいいですね。楽しみですでもう一つプレミアム宇宙撮影体験のほうはです、ね、あの先ほどの、ま、シミュレーターのようなものも使いながら自分でどこをどういうふうに撮りたいかっていうのをあの決めて、えー、撮影ができると静止画や動画が撮れるというようなものです。うんうん、でこれはツアーの方と比べて えっと、地球一周を自分で人工衛星貸し切っているようなあのサービスなので、うんえー、今、申し上げたようなその自分で撮りたい場所とか撮りたい軌道を選択して、うんえー、使えるというようなサービスなようになっております今回、このサービスを設定した上でクラウドファンディングという形で、えっと、第1期クルーを募集しているんですけれども。うんはい えと冒頭にも説明してこのイベントの中でも何回も出てきた宇宙の視点というのを一人でも多くの方々と一緒に新しい視点を発見していってでそれによって世の中があのー 希望に満ちたあの豊かなものになっていくものを、えー、一緒に作っていきたいというようなことを考えております。でそれを、えー、一緒に、えー、作り上げてくれるメンバーとして第一期クルーというものを募集しました。はい、あの先ほどの村木さんの締めの後にあのに歴史的な取り組みみたいなワードもあったんですけれども、はい、あと我々としてもですねやはりこの宇宙を使った、うん、あの新しい 感動体験を作り出すあの歴史的なプロジェクトにできればなとしたいなというふうに思いながらやっておりますので、はいえっと、いるんですけれどもやはり我々だけだとあの限られた視点宇宙の観点しか、えー、見つけられないんですが、えー、これを使っていただけるいろんな方々と一緒にですね、うん、あの魅力的な宇宙の視点を、えー、見つけて一緒に広げていきたいなと思っておりますので。 それを一緒にやってくれるクルーの方々をクラウドファンディングで募集しております。よろしくお願いします。はい、三瀬田さんありがとうございます。私もあの第一期クルーの一人として、もうすごく楽しみにしているのがこう一期生というクルーじゃないですか。なのでこの一期生とさっきあの村あの村木さんもおっしゃったハッシュタグ宇宙の視点でこう気持ちを共有するのがすごい楽しみなんですよね。いいね第一期クルーコミュニティみたいなやつができてくると。あ <laughs> ぜひぜひよろしくお願いしますみんなで盛り上がりたいですあの見せ合ったりとかしたいですねはいはいすごい盛り上がると思いますはいということでですね先月から開始されましたクラウドファンディングなんですがクラファンサイトの方にも本当にたくさんのメッセージでコメントをいただいております私も、ね、もちろんコメントを出したんですけれども他の方たちのを見ているとやっぱりこうみんなの思いを乗せていくんだなって さっっっっきおししゃいいいままたけど歴史ををみんんななで作るんだなっていうのをちょっと思いました。はい、あの我々宇宙感動体験っていうのを作り上げたいというふうに思ってるんですけれども、うん、あの応援コメントを見てるとですね我々の方が感動を頂い,いてるなというふうに思いまして<あら> <laughs> やっぱりあの我々だけじゃ作れない感動を、うん、あの一緒に作っていただけるあのクラウドファンディングの,あの応援者の方々を仲間をあの募集したい おりますので、あのぜひ一緒に感動を作っていければと思ってます。はい、皆さんぜひ第一期クルーに応募をしてください。え、そして三坂さん打ち上げはいつ頃になりますか？はい、えっと打ち上げは今年年内を予定しております。はい。もうみんなその日をワク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 待ってまずクラファンで参加して第一期クルーになって、みんなでこう楽しみに待ちましょう。 ということで今日はですね熱いエンジニアの皆さんとジャクサの藤ひさんとそして半分半分の村木さんとお送りしてまいりました皆さん熱い思いをありがとうございました、えー、そしてですねこちらの番組は後日アーカイブでの配信も予定しておりますので皆さんそちらもチェックしてください本日はですねエンジニアトークということでまあ見ての通り全員男性のスタッフだったんですけれども。 実はね女性のスタッフも何名かいらっしゃるんですよねはいなので次回はですね1ヶ月後の8月上旬頃を予定してまあ、このようなちょっと番組を予定したいと思っておりますえ女性スタッフの方々もねぜひともお呼びしてこう女性から見た宇宙視点というのもちょっとお聞きしたいなと思っております ということで皆様本日はもうあっという間に過ぎてしまいましたけれどもず、はあ、っと見ていただいてありがとうございました。えー、それでは皆さんさんようなら <laughs> <laughs>